で次に、えー、と流れる粉体流れない粉体の流れる粉体の特徴付けということに移りますで,、えー、とで今その一つの一つあるいはまあ二つのあ粉の運動を今まで議論しておきました。でこれをあたくさん集めたらまあたくさんといってもまあ,あの別にアボカドの数個は入れません。まあ、1万個ぐらいとか、まあ、100万個ぐらいとか。 あるいいいいはもももう1000個ぐらいでもいいかもしれません、まあ、そういった統計集団を見たときにどういう性と特性があるかとで、まあ、その時の統計集団の力学はあ建設することが可能かとあるいはまあ流体力学はどうなっているのかということを研究者は一番気にしているわけですね。でもこちらこれは工学的な応用もあるわけです。でこう例えば粉が 100万個ぐらいあったとそれがど,うどのぐらい外力を加えたらどういうふうに流れるかっていうそういうことをすると知ることは非常に大事なわけですね。でじゃあその流れる流れないは何で決まるかで流れてる際の特徴づけはいかに行われるかということをまあ議論したいと思います。で一番大事な量はまあ密度なんです。交通渋滞も同じなんですが 大体いい密度が臨界値を超えてしまうとどうしてもどうやっても流れないだからあの交通渋滞を起こさないうまいやり方っていうのは、まあ、ある種ないということです。だから臨界密度を超超ええるかとい,いうのが一番大事だと。でそれをあの普通体積分率で特徴付けます。 無次元化された密度ということでファイという量を使います。でこの臨界密度をファイと置きますジャミングの密度ということでファイと。でまあ基本ファイより濃いと流れず薄いと流れると。でまあ実,実際はもうちょっとややこしいんですけどまあ,あの今日のお話は単純化してそういうふうに話を進めます。でこれはあの 粉体の様々な流れということでこれはマンチェスターのニコグレイのグループで彼は粉体の流れの中でセグレゲーションという変積ですねこれ赤い色がちょっとついてますけど赤いやつが上に来るとか下に来るとか緑のやつが下上に来るとか下に来るとかそういうことを研究しています彼はこういう大規模な実験もやってますけど理論的な研究も進めておりましてその自分の実験データと 自分の理論がどのぐらい合うか合わないかということを精力的に研究しています。で、まあ、こんな流れ典型的な噴体の流れです。で、まあ、これはもちろん砂時計で,でこれはあのジェーガーとかあーあーそのシカゴのあジェームズ・フランク・インスティチュートのグループの研究で、えー、っと YouTube もともとは彼らのホームページにあったんですけどまあこういうふうにジェットでぶつけるとターゲットにぶつけるとでこれはあの後の我々の研究とも関係してくるまあ話でこの時にまあ彼らはずいぶん変わったことを言っていましたで粉体は完全流体的に振る舞まうででま完全流体というのはなじみがないかもしれませんが粘性率がない流体ですね。粘粘性率がががななないといいいいととうううのはどういうことかかとり気がないから抵抗がない で完全流体っていうのは実はあのその非常に理想的なやつでベルヌイとかそういう昔の時代から随分研究されて数学のもう厳密解とかいろいろ分かっている非常に性質の良い流体なんです。でそういうもので粉体みたいなややこしいものが記述できるっていうのはなんか非常に恐るべきことを言って、えー、ちょっと変じゃないのっていうことを皆さんが言ってたわけです。でまあ、そういういこととの関係もちょっと 話をしますで、えー、とシミュレーションとか理論研究をするときに、えーまあ、こういう単純化したモデルを使いますでこれはあの2個の、まあ、i と j という粒子があった時の,そ,そ,のその間に働くポテンシャルっていうかあの、えー、と高校時代は何て言うんですかねポテンシャルのこと、えー、総合作用ポテンシャルあれポテンシャルは英語だな何、えー、でしょうまあいいや <laughs> ポテンシャルはいい,いいことにしましょう。 えとそれで、えー、これは α というパラメータで特徴づけられると。で、まあ、一番簡単なのは α2 です。2っていうのはあの普通のハーモニックポテンシャルってやつであ調和ポテンシャルだからバネ定数で普通の,あのフックの法則が成り立ったやつです。だからこれは Rij っていう二粒子間の距離がコアの長さ σij より小さい時にそういう力が働くと。 実はあの実際の球同士の接触の時は α は2分の5なんです。ですがあしばしばあまあ我々理論家は面倒くさいからこれを α 2として解析することが多いです。で、えー、まあ粒子回転や接線力っていうのはもちろんあるわけですけど今日のトークでは無視します。 で実ははこれは無,視無視したら随分話が簡単になるだけじゃなくて性質も随分変わってしまうのでこれは本当は無視しちゃまずいんですが、まあ、とりあえずよく分かってきたことは無視した時にどういうことが起こるかということが分かったということも含めてこのトークでは粒子回転や接戦力は無視します。 でえっ、ー、とあとそれから粉体特徴特有のエネルギーロスをどうやって特徴付けるかということでなんですが、えー、その時には接触時に相対速度に比例する摩擦といういうか三一が働くというふうにしますまあ三一という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが摩擦というとこなんかこうちょっとこういうところで吸っているようなイメージが働くので、えー、まあちょっと三一という言葉を使いましたまあエネルギーロスですね。 エネルギーロスが働くとということにで、えとそれで流れはどんな感じになっているかと,いうと先ほどの左側のシュートフローというかこうバッと流した斜面流した実験がありましたけれども実はこういうのはいろいろ調べられておりまして例えばこれは2005年の たらい中西の論文から取ってきましたが見ると密度が割と一定であるただしこの密度自体はこれ密度なんですね、えー、それで密度自体はこの斜面の角度に依存して決まるとまあそ,そういうことがあります。で,で、まあ、この辺この一定の領域っていうのは割と簡単に扱えると。でそれからまたこれも一定ですね。 あ、Q の y 微分ということになってますか。y はこっちの方で、Q というのは実は何かというとエネルギー流、と熱流です。熱流の勾配がほぼ一定と、まあですから、えっと実は熱流の勾配というをこれちょっとまあちょっとちょっと説明しづらいんですが、ここら辺のところだけを見るとだいたい依存しないと。 これ実は重力がこうもちろんこっち側に挟んでこう働いてるわけなんですが斜面流ですから。でこれを単純化すると物理学者特有の単純化する時にはどうするかというとまあこの辺のところを見るともう一定なのでもう最初からこう重力はないことにしましょうということです。でそうすると例えばこういうジオメトリーでこうずりをかけると。 まあ、先ほどの流れでいうとここは底でこっち側の方があの上の方に伸びている、えー、あいきますこ,この y 方向ですね y 方向の座標に相当すると思ってください。でまあ大体 xy を対応しているんですが、えー、とその時に、えー、重力が本当は まあ普通の場合は働くんですけどもそれを無視してしまって一様なこういう先断がかかっているとこう速度勾配がリニアになっているというふうに考えます。でそうすると話がだいぶ単純になりましてその時にここの y が0のここの真ん中例えば真ん中のところに働く x 成分の力ですね単位面積あたりの力をストレスと呼びます。これはは圧圧力力の違法バージョンですね圧力は 例えば、Y イコールゼロの平面に働くワイ成分の力です。だけど、これは Y イコールゼロの平面に働く。エッ成分の力ということで、まあ、実はこういうのは、まあ、三次元だったら九個あるわけですね。で、まあ、そういうテンソルになって言うんですけど、まあ、このジオメトリーの場合は、これと。えっと、圧力。ぐらいしか重要なものがありません。実は、その対象テンソルなので、XY の。 足が反対向きににななっているやつは同じ値になります、まあ、そんな細かいことはどうでもいいんですけど、まあ、いずれにしてもその流れを特徴付ける時にはこういうストレスを考える必要がある。で,でその時にガンマドットというのはここにありますけど速度勾配です。速度勾配との比がエーターと書いてありますがこのエーターというのが粘性率です。でこれが粘っこさを決める。だから実際にその例えば水飴とかをこうあるいは水でもいいんですけども。 実験をして粘っっっここさを測定すするるとはややぱり同じようなことをやってるんですレオメーターっていうのがあって、まあ、普通円筒容器ですけどこれをぐるぐるぐる回すわけですね。で回すとこれはあのこっち側はその円筒容器だったら中心からの、まあ、距離に相当します。でこれがたいその速度勾配は、まあ、リニアっていうかこういう線形になってそれでそれに対するまあ 係数みたいなのが出てきて、それが年成率として働く働くというか、まあ測定されるわけです。じゃあこのエーターがどういう量になっているかということですね。で、この量があの粘っこさを決めているんですから、密度の関数でどういう振る舞いをするかっていうのが分かればいいと。で、実は年成率はその密度を濃くするとその砂の 城とかありましたけれども、どん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 大きくなります。で、急激に大きくなって、ばべき的に発散すると言われています。で、まあだいたいラムダが2ぐらいだろうというふうに言われています。で、これはあのユニバーサルではないかということが言われていて、コロイドのまああの分散懸濁液でも同じ指数で発散すると言われています。 で,でまあ,あの粉体の場合はあの運動エネルギーがまあ多少ありますで多少あるんですがそれが、えー、と密度とともに実はある理論ではこうちょっとずつ下がると言われてたんですがところがこの臨界密度の金棒ではぐっと上がるんですねこういう感じになります。で,やはり発散するでそれは例えば昔のこういう理論計算 理論とシミュレーションの企画がありましてえーとこれは μ って書いてありますけどもこれは見たらい中にし先ほど出てきた人たちの研究なんですがえまあこれがラインが昔風の理論ですある種のちょっと難しい理論をやるとこう密度この t というのは温度です温度っていうまあ運動エネルギーで決める温度ですで。こういういに下ががるんですが この辺からグーッと上がるんですねでこれ0.6って書いてありますけど0.6っていうのは実はそんなに濃くなくて0.64になるとピュッと発散すると。でまあそれは全然分かってなかったんですが最近それが大体分かるようになったとで。ごく最近その新しい統計力学理論を使ってその年成率の発散っていうのが まあ発散より前の段階から急激な増加するというのは説明することに成功しましまたでそれからまあちょっとこれはマニアックになるかもしれませんが実はこの非平衡統計力学の立場でいうとこの K を特徴づけるハミルトニアンというかエネルギーなんですがエネルギーが元のエネルギーハミルトニアンからこのような補正を受けると。 いうことで特徴を付けることができるんでいうことも分かりましたでここの τ っていうのは、えー、衝突時間間隔です粒子の小粒子同士の衝突時間間隔ですでこれをそのエイヤーとも言いたんじゃなくてミクロな理論から導くことができたとでここの v っていうのは先ほど出てきましたけどボリュームですここに出てきましたねボリュームあ体積ですね。 でえー、まあだからなんかこれを使うとですね実は、まあ、特徴づけ成功したんですがこういう感じで先あこれは年成率です年成率の実はまあ二乗になっているのはあの粉体温度っていう、まあ、エネルギーですけどエネルギーのルートに比例するんですけどそれがまた、えー、とエネルギー自体が ガンマドットの事情に比例するのでそうすると結局そこの部分をさっぴくと事情にストレスが事情に比例するということが知られていましてそれはバグノールドスケーリングという名前がついていますがまあまあそれは置いといて <laughs> そこのあんまり関係ない係数だけを年成率として扱いました。でそうするとこれはあのシミュレーションデータと非常によく合っています。こののラインが3つあるのはあー ああの先断率を変えているわけですねで先端率が非常に小さい大きいと粒子がめり込むので、えー、この辺で実際には発散せずに有限の値でへたります。ですが先断率が小さくなると頑張るんですね。で先断率が小さくなるとまた頑張るということであのこの辺ずれているのは理論が悪いというよりはシミュレーションが悪いんですね。でこのハードコア極極限限といういう硬で かーっと発散していきますでこれは指数が2ですということがミクロに導くことができましたでまあそういうのが最近の成果でところがまあそのエネルギーの方はもう一つちょっとなんかまあこれでもフィッティングパラメータないので値自体はまあまあ合ってるんですがこの辺の振る舞いが合ってないなというところがまあ多少あります。ですがその先ほど出てきたまあ 緩和時間というか衝突時間間隔とかいうか、まあ、それは非常によく合っています。これもフィッティングはしていません。で、まあいずれにしてもこういうのが最近の成果です。ですから、まあその粉体が流れる流れないということで、非常にこう粘粘粘粘粘固さがない粘粘粘固さがないそのドライな粉体というやつですけれども、あの吸力だけで出てくる時の粘性率っていうのの振る舞いがまあかなり分かってきたということになります。 これはもうミクロに説明がついたということになります。で、じゃあ抵抗力っていうのはどうなってるかということなんですがこれはその黄色いのトレーサーです。で、これに力一定の力を与えてこう動かすわけですね。そうするとなかこうなんか変な突っ込根っこみたいなのがバーッと走っていますが、これはあ応力差と呼ばれています。で、結局どことが起こっているかとすうと、粒子が これが動くことによって粒子がちょっと変形を受けて力が伝播しているわけですけれどもそれがこういう感じでまあ英語ではヘテロジニアスっていうんですけどもえなんていうんですかね不均一にこう力が全体に伝わっていると。でまあこれ見てると何か止まったり動いたりということしてますね。でもう一つその先えと普通の流体との比較でいうとえ力は。 まあ少なくとも速度が遅ければ動く速度が遅ければその抵抗力っていうのは成り立つわけです先ほどだけど年性率は例えば二乗で発散するということを言いましたが分体では実はそうなりません。でまずその先ほどまず最初にちょっと薄めの場合をやります。二次元のこれは理論 にあって基盤もななない完全なピュアな二次元を考えますで、これは実はあ、まあ、プレプリントなんですけども見るとどういうことが起こっているかっていうとここは色が違いますがこの色は何を表しているかっていうと密度ですでほぼ一様なんですがこの粒子の、まあ、さっき動いていたトレーサーですけどトレーサーの後ろだけがめちゃくちゃ薄くなっているとで、他のところはほぼ一応ということになっています。 でえっ、ー、とここのところにラインがいくつか書いてあります。でこれは何かというとですね、えっ、ー、とまあ空気があると。でそのラインは、えー、赤いラインは我々が行ったシミュレーションで得た流線です。流線というのは粒子がどう流れていくかということをずっとトレースしていくわけですね。で流線。で、えー、この波線は何かというと実は先ほど。 あの最初の方で最初っていうか真ん中辺でシカゴグループの実験がありましたけどもこうぶつけるやつがありました。でこれぶつけるやつと基本変わらないわけですねどっちが動いているかでフレームを変換したらこう,こうぶつかっているとこう,こうちょうど矢印がありますけど粉体がこうぶつかってこのやつが止まっててこう噴体が流れているというふうに見ることができます。そそののと大体対応しているわけけですけどもその時に、えー このの線線は完全流体の流体ですですから少なくてもこのこれの前はほぼ完全流体と一緒になっていると。で実際これにこのここに働く抵抗力っていうのは驚くことに完全流体で完全に記述できます。でもちろんあの剥がれとかなかなったら あの完全流体に働く抵抗はゼロだっていうのは教科書に書いてありますがまあ先ほどのこれを見れば分かるとおり剥がれがありますので剥がれはまあ大体ここの90度のところで剥がれるんですがまあちょっとずれてますがその剥がれをあのインプットパラメーターにしてやるとその他のフィッティングなしに完全に完全流体的に振る舞う ということが分かりました、えーまあ、これはある種その,先ほどの話と全く真逆です、ね、あの密非常に密度が高いところでは年性率が非常に大きいとこれは完全流体というのは年性率ゼロですですから全く違う振る舞いをするだから動いているジオメトリによって全然こう粉体の流れ噴体を流体として見た時の振る舞いが違うということを言います、まあ、になります。 でえー、じゃあもっと濃くしたらどうなるかってもっと濃くしたらさすがにこうやっぱりあの密度と,ともにグググッとこう抵抗力が大きくなります。でこれは年生率とも関係しているように見えますがこれがあの割と最近去年の,あのお茶の水大学の女子大の実験です。で、えー、とそれはいくつかのことを言っていまして、えー、速度に依存しない幸福力みたいな。 降伏力と呼ぶ,呼ぶような F があってそれから動的な抵抗力は動く速度の二乗に比例するで速度のリニアの部分が見えないとそれからこのここの係数 α とここの F0 っていうのは密度のマイナス2分の1乗先ほどは2乗だと言いましたけどこれはマイナス2分の1乗全然違う指数で発散するということを言いました。で、まあ、我々も同じようなことをやってみたんですがやはり 分かったことはまずその降伏力 F0 先ほどの F0 っていうのはどっから来たかっていうとこれは基盤との摩擦から来ているで基盤との摩擦をなくせば F0 ないとだからまず速度に依存しない項は存在しないで降伏力は基盤との摩擦にで動的な抵抗力は確かに速度の異常に比例する領域があるでだけどまあ発散の指数はまあなんかちょっと0.3ぐらいで。 微妙に合っていないと、まあだいそういう感じになって、もう一つちょっと完全に詰め切れていないところがあるんですが、まあいずれにしても言いたいことは、そうあのその実験との不一致ということよりも、年生率由来でこう抵抗力が発散しているわけではないということです。年生率で発散するのであれば2乗ですね。ですからこれはもう0.3とか0.5とかですから圧倒的に小さいわけで、全然違うメカニズムで、あ。 そういう抵抗力の発散が起こっているということです。ですから、まあ粉体の場合は流体とはずいぶん違う。で、あの普通にこうずりをかけたときにはあかなり薄くても粘性率はかなり大きな値を示します。ところが先ほど言いましたように、えー、薄いときにねこういうふうに粒子をそのまま動かしたら全然抵抗力は働かない。 まあ、働かないというととうがあります働くんだけどそれは単にこう粒子がその場にぶつかってその,そのぶつかった分だけが抵抗力になって年性率由来の抵抗ではないという,ということが正しいですねえ。まあそういう全く違う振る舞いをするということです。がかかりまかでまあだからその砂とか応じてこの砂とか 粉をいじるとこと時にどういう振る舞いをするかっていうのを考える必要があるということになります。で、流れる粉体をまとめると、粘性率が密度とともに増加して、そのジャミング点 ΦJ というところで発散する。で、その増加についてはミクロな理論で説明することが可能になった。まあ、これは非平行統計力学の大きな,大きな成果である。 でトレーサーに働く抵抗力はこのここでつあの理論的に説明が可能になった粘性率とは無関係であると。で密度の薄い二次元系では完全流体プラス剥がれで説明がつくとで密度が遠いところでは弱い発散であって、まあ、基盤との摩擦が重要であるというのが分かりました。というところが流れる粉体のところのまとめです。